少し私の自分の国インドネシアのことを話をしたいと思います。おもてなし専門学校高山校は、実はいろいろの国の学生がいます。はい、スリランカ、カンボジア、中国、インドネシア、キリギス、モンゴル、ネパール、ベトナムがいます。はい、その中は私はインドネシアから来ました。ではこの地図を見ると日本とインドネシアは同じように島国になります。距離が結構ありますので、飛行機で行くと、大体8時間くらいかかります。インドネシアのことの話したらやはり一番人気がバリ島ですね。私今までよく外人さんが、インドネシアとバリ島は違うところと考えています。ですが実は、バリ島がインドネシアの一つの島です。はい、ではこの星の、ジャカルタという町は、インドネシアの首都ですね。でこの地図を見るといろいろな島があります。インドネシアはこの島によって、その島の町の中でもいろいろな文化があります。インドネシアはもう何百の種類の文化も混ぜてあります。でこの中のいろいろの島でも、山、有名な山、湖、有名の世界遺産もあります。はい、では少しバリのお話ししたいんですが、バリはこういう、スタイルの建物が、いっぱいあります。プランというスタイルの建物です。一般の、家でもこういうみたいの、お祈りのところでもよく使います。ではバリは、一番有名な観光スポットはやはり海です。その海の中ダイビングとかスポーツとか、遊びところがいろいろあります。外国人は大体、海のためのバリに来ます。ではこれがバリの一番人気の、食べ物があります。豚をこうつけて、そのまま火、強い火の上にずっと回していただいて、この手作りの調味料といろいろ一緒に食べます。ではこれが、ジャカルタのど真ん中の建物でございます。モヌメナショナルという建物で、インドネシアの、独立のシンボルです。トーチの形で、作りました。でこの上の部分が金の形の部分がゴルドから作りました。で下から行くと、階段とかエレベーター上まで行けます。ではこれまですいません短い話なんですが、もし、皆さんも興味があればぜひぜひインドネシアも来てください。では以上でありがとうございます。